本日はアディダスプレゼンツセルティック FC ジャパンツアー2023スペシャルトークショーご参加いただきありがとうございます。さて、日本国内でもますます注目を集めるセルティック FC、 本日なんと公開練習前にセルティック FC に所属する日本人選手5名全員がこの場所に来てですね、お話ししていただけるということになったんですね。セルティック FC 所属、岩田智樹選手、小林勇気選手、旗手怜央選手、古橋亨梧選手、前田大然選手です。どうぞステージまでお越しください。FC 所属、岩田智樹選手、小林勇気選手、旗手怜央選手、古橋亨梧選手、そして前田大然選手です。で、明日試合を控える中ですね、アディダスプレゼンツセルティック FC ジャパンツアー2023スペシャルトークショーお越しいただきましてありがとうございます。座っていただいて大丈夫ですよ、かけてください。はい、それぞれ異なる実はユニフォームを着用してご登壇いただいています。少しご紹介いたしますね。古橋選手と岩田選手は伝統的な緑と白のストライプが美しいホームユニフォームです。前田選手と小林選手はホームと対照的にシャープなブラックに染まったアウェイユニフォームを着ています。そして旗手選手が身にまとっているのはファンの前では初めて選手が着用するということになっているというサードユニフォームなんですね。席がもう一つ空いています。はい、今日もセルティック、こちらの5名の選手以外にもこの日産スタジアムに来ていただいているゲストがいらっしゃるんです。中村俊輔さんです。どうぞお越しください。中村俊輔さんです。で、本日はですね、このセルティックでも活躍された中村俊輔さん、そして2023-2024シーズン、セルティックのメンバーとして活躍が期待される日本の5選手、岩田選手、小林選手、旗手選手、古橋選手、前田選手にですね、時間の許す限りお話伺っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみください。いやー、まあやっぱりどのゴールも嬉しいですけど、決勝で参加がかかった試合で本当にいいボールが来た中で決めれたので、まあ、すごく本当に嬉しかったですし、貢献できてよかったなと思ってます。はい、ゴール決めるまではボールを触っていなかったので、まあ、その中で少ないチャンスの中で決めれたので少しホッとはしたなと思います。まあ、僕自身海外で1シーズン通してやるのが初めてだったんで、不安な面もありましたけど、国内で見ればやっぱり結果はチームとしても、まあ、個人としても出てよかったのかなと思いますけど、国内だけだったので結局そこがすごく悔い残ったところなんで、良かったところもあったし悪かったところもあったシーズンだったかなと思います。各ポジションに代表の選手がいて、はい、で、まあ、僕の時は本当にいい選手が多かったと思います。レベルも高く、はい、だから自分のプレーを引き出してもらったっていうような感覚が、はい、ありますね。そうですね、まあ、僕が入ってからもう多くの日本人選手、今ここにいる選手たちがもともと活躍して、はい、中で入りましたけど、やっぱりこう中村俊輔さんの時からこう日本人選手が活躍してくれたことで、まあ、僕自身もチームに入った時にすごく、ポジティブな雰囲気で迎え入れてもらいましたし、まあ、やっぱり本当にそういう先輩たちが築き上げてくれたものが今もクラブに残っていると思います。はい、いや、試合はどこで試合しようが、相手がどこであろうが、はい、気持ちは変わらない。変わらない。まあ、ただ大きな舞台っていうのは間違いないので、まあ、そこでしっかり結果を残したいなというふうに思います。で、チャンピオンズリーグレベルになるとやっぱり今思えばってキックだけしかアピールできなかったんで、それは取り上げてもらえるのは嬉しいんですけど、僕個人からするとそれ以外何もできなかった印象がまたこう思い出させるので、もっと個人でやっぱりレベルを上げなければいけなかったなっていう思いと、あとはここにいる皆さんが
っぱ活躍してくることでまた自分を振り返させてもらえる機会がいっぱいあるので、はい、ありがたいなと思います。生では見れてないんですけど、まあ、YouTube だったりいろんなところで見てましたし、もう何よりもやっぱりクラブのみんなが俊介さんのフリーキックがすごかったなって、お前知ってるのかってたくさんの人が言ってくれるので本当にすごいなっていつも思ってます。すいません気を使って気を使って焦ってじゃダメです。そうそうそう、ね、いやでもそういったクラブに最初はやはりちょっと不安の方が大きかったですけど、はい、でもやっぱり入っていくとすごく楽しいことしかなくて、まあ、サッカーももちろんですけど生活の面でもすごく楽しみながら生活させてもらってますね。セルティック行く前に大前に家を決めてもらったりとかそうなんです、ね、すごく助かりますしもね。住むとこ大事ですもんね、はい、いい場所でしたか？すごくいい場所です隣です。あ、隣なるほど。やっぱり言語が違うんでどうしても通じない部分もあるんで、身振り手振りやったりしますけど、手っ取り早いのはやっぱ結果出せば受け入れてくれるんで結果が一番早いかなと。ピッチでプレーで見せていくという。そうですね、イタリアの時もスペインの時も、はい、あ、そうですよね、なんか珍しいのか分かんないですけど結構いじられたんで、それの相手してればまあだんだん和んで馴染んでいったって、まあ、あと今旗手選手いったり、はい、グラウンド大事なのは、そうすると周りだったりメディアの方の、対応っていうかあれも変わってくるし、やっぱそこだと思いますけど。ここでですね、新旧セルティック先輩後輩として後輩から先輩へ質問コーナーという時間をちょっと設けさせていただいたんですけれども、セルティック選手から、代表で古橋選手から中村さんへのご質問というちょっと用意していただいたのでお願いできますか？はいはい。やっぱ僕たちのリーグでもダービーはすごく、レンジャーズのダービーは熱いと思うんですけど、昔もう本当に熱かったと思うんですけど、こうやっぱり、まあ、雰囲気だったり、まあ、こう試合に持っていかたっていうのは、まあ、どんな感じだったのか、多分同じだと思うんですけど、昔と今同じですねだと思うんですけど、でもなんか、はい、レンジャーズ戦でアシストとかしてもあんまり評価されてなくて、3年目ぐらいでやっとミドルシュート決めてからまた対応が変わったんで、はい、やっぱ点決めたりしない結果、何回勝ってもよりも点決めてからまたさらに評価してもらえたんで、レンジャーズ戦ってこんなに全然違うもんだなっていうのは感じましたね、はい、でももう何回も決めたでしょ。え、何点決めました、レンジャーズ戦は？今年5。もう違うわけですよね。全然違う。見られ方が、はい、このファンの方々から素晴らしいと思います、やっぱり、はい、でここでですね、会場に来ていただいている皆さんから質問を事前にお受けしておりまして、僕もサッカーでフォワードをやっています。どうしたら前田選手みたいに速く走れますか？僕は前田選手が大好きです。頑張ってください。速く走るにはどうしたらいいかということなんですか？そうですね、まあ、僕は山登りとかしてたんで、山登ってください。山登ってそうですね、走ったら速くなるんじゃないかな。山の好きな割には僕のユニフォーム着てくれてないんで、ちょっと明日プレゼントしようかな。あ、余ってたので、はい、明日余ってないかな、余らせてもらいましょうね、ユニフォームね。で山登ろうね、それで来てね、ぜひ、はい、はい、明日。生まれつき、まあ、生まれてくるのも早かったって言われてるんで。お、なるほど、はい、何事も早かったっ笑うところなんですけど全然笑ってくれない。大爆笑ですよ。いやもう純粋に、はい、嬉しいですし、いやなんか全員本当頑張って、うん、いい結果残して次のステップっていうかに行ってほしいなっていうのはありますね。雰囲気の中でやれるのってやっぱなかなかないことなんで、それがまたなんかこう映像とかでこっちにも送られてくると、まあ、自分も嬉しくなりますし、はい、なんでこういい気持ちになりますよ、はい、でもやっぱりプレミア優勝したマンチェスターシティとかはやっぱり試合してみたいなっていうのは思いますね、うん、僕はバルセロナですかね、まあ、やっぱりイニエスタ選手が神戸の時
一緒にプレーしてて在籍してたチームでもあるんで、はい、まあ、そこがやってみたいチームかなと思います。ありがとうございます。僕はレアルマドリードですかね。やっぱり去年手も足も出なかったんで、この1年間自分がどれだけ成長したかっていうのをもう一回試してみたいなっていうのは思います。ありますか？関係ないって感じですか？いや、僕はリバプール。お、リバプール。アウェーのスタジアムで雰囲気で、はい、あ、出ないか、あかんわいや、いいですよ、まあね、いつかだったり、ナポリとか、はい、まあ、イタリア優勝したし、そう、分かんないですよね、バイエルンとか、お、ちょっとアウェーの地で、そうですね、対戦するとかっていう、いろんな国のいろんなスタジアムやってみたいなと思います、はい、ありがとうございます。全部とやりたいです。やれるのは、はい、やれるところ全てが、まあ、強いチームしか出てこないですからね。それが一番ですよね。それでは中村さん、ここに集まったセルティック FC の日本人5名の選手にですね、彼らに対しての応援メッセージというのも最後にいただいてもよろしいでしょうか？まずは怪我がないシーズンにしてほしいのと、やっぱりこういう皆さんのようなファンが日本にもいますし、海外にプレーしたいだったり日本代表入りたいっていうような小さい子どもたちのためにも、はい、いいプレーしていただいて、夢を与え続けて、欲しいという、はい、願いで頑張ってほしいですね、はい。まずは今日暑い中お集まりいただきありがとうございます。今シーズン活躍するためにも明日と今晩の試合は大事だと思ってますし、いいシーズンにするためにも頑張っていきたいなと思ってます。今日はありがとうございました。今日はお越しいただきありがとうございます。僕もそうですね、本当にこの日本での2試合っていうのは僕個人としても重要な試合になりますし、あとは日本のファンの皆様の前でプレーできるっていうのもすごく楽しみなので、皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります。今日はありがとうございました。今日は暑い中ありがとうございます。まあ、普段テレビで見てるようなプレーをこの日本でも皆さんの前でしっかりできればなと思います。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日はお越しいただきありがとうございました。この2試合しっかりと自分たちのやるべきことをやって、皆さんに一人でもこう多くの人たちに僕たちを好きになっていただいて、ファンを一人でも多くの選手をファンになってもらえるように僕たちはピッチで、120% の力で出して表現するので、楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。今日はありがとうございました。やるからにやっぱりマリノスとナンバーをしっかり勝って、自分たちが勢いよくシーズンに入れるようにしたいと思うので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さんの活躍楽しみにしています。この素晴らしいメンバーの方々が揃っていることを記念に残しておきたく、この目の前の新ユニフォームにですね、それぞれサインをいただきたいと思います。この伝統的なストライプに進歩的でモダンな要素が追加されたという、このセルティックパークのガラスパターンのデザイン、ちょっとこのストライプの緑の部分の模様が新しくなったなっていうところなんですけれども、はい、このユニフォームいかがですか？気づきましたか？いや、はい、気づきました。僕、かっこいいなと思っていて、毎年結構友人とかにセルティックの方もかっこいいから、はい、ちょうだいちょうだいって言われるんで、今年も多分たくさんの人に言われるんじゃないかなって思えるぐらい本当にいいデザインだなと思ってます。で、岩田選手お願いできますでしょうか？ありがとうございます。どうぞ拍手でお送りください。